同じ所属します定築レコードの本当に大先輩でございます。オースといえば誰でしょうか。いや皆さんそんな、はい、当たりでございますね。勇気を持っていただいてね、皆さん絶対知ってますよね。自分の年がバレるとかそういうのは全然気にしなくていただけなくて大丈夫ですけども、そのバタヤンといえば代表曲は、はい、帰り船とかなんですけど、今日はですね、帰り船を歌おうかなと思ったんですけれども、ちょっといろいろな問題が多分あると思いますので、帰り船ではなくて今日は限界ブルースという曲をね歌いたいなと思います。それではよろしくお願いします。光る星。